はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日はですね、仮想通貨のビットコインとイーサリアムとエクサルビ、それからネムですね、久しぶりに、ネムの相場分析を加えて4つの通貨を見ていきたいと思います。今日が2020年の11月の11日、1111ということで、ちょっと今日はね、今ね、仕事から帰ってきたところということで、今がね、21時ぐらいなんですけれども、ちょっと時間の関係でですね、この後いろいろね、やることがありますので、サクサクと、見ていきたいと思います。で、4通貨見ていく前に、まずですね、注目のニュースをさらっとだけ、見ていきたいと思います。こちらなんですけれども、はい、以前もですね、軽くご紹介しましたけれども、バイデン政権のですね、チームの中にビットコイン推進派の元 CFTC の会長を起用したっていうニュースがありました。で、以前はですね、まあ、不確かな情報だったので、それほどね、大きく大々的に報じられてはいなかったんですけれども、まあ、今回ですね、正式なメンバーとして公表されたということですね。ビットコイン支持派が参入ということで、金融政策責任者としてアメリカの商品先物取引委員会の元会長の、ゲンスラー氏ですかね、この方を起用することが分かったと。この方はですね、ビットコインブロックチェーンの推進派としてもね、知られる人物だということで、これコインチェックさんのニュースなんですね。で、今ね、コインチェックさんのニュースを見ていただくと、一面でですね、これが報じられています。で、この記事の中にですね、このゲンスラーさんのですね、経歴だったりとか、どういう活動をしてきたかっていうところまでですね、かなり詳しく書いていますので、ぜひね、そちらも参考にしていただけたらというふうに思います。はい、それではですね、早速ですけれども、まあ4通貨ありますのでね、まずはビットコインの方から見ていきたいと思います。はい、じゃあまずはですね、ビットコインの4時間足見ていきたいと思います。今の時刻が20時58分ですね、ほぼ21時で、今のビットコインの価格が 15,620 ドル付近ですね。日本円で言うと164万、5000から7000ぐらい、そのあたりをですね、推移している状況です。今日はね、この4通貨は、まあ、4時間足レベルでですね、サクサクと、見ていきたいと思いますけれども、ビットコインのドル建てに関しては、こういったですね、三角持ち合いの形を作っていて、どちらかというと高値切り下げの方が弱くて、がっつりね、安値を切り上げているっていう、まあ、どちらかというとアセンディングトライアングルに近い形で推移しているという状況ですね。で、まあ、収束ポイントとしてはですね、もう11月の13日ということで、本当に明日明後日という状況でしたので、まあ、昨日の動画で本当に直近動くよっていう風なですね、動画を撮ったと思います。で、こちらですね、ドル建ての方ではまだね、抜けていないんですけれども、円建てビットフライヤーのチャートとか見るとですね、もうこれね、三角持ち合い抜けているような形になっています。で、もうあとね、1、2分するとこの4時間足確定してですね、次の足になるんですけども、この次の足で抜けれるかどうかっていうのはめちゃくちゃ大事ですね。今が本当にこの高値切り下げラインのですね、上限値付近で推移しておりますので、この次の足でまた戻されるんであれば、もうしばらくですね、こう横ばいが続くんじゃないかな。もしくはそのままね、だらだらこう落ちてくるような相場になる可能性もあるんですけれども、この次の足非常に重要です。今ね、変わりましたね。このまま伸びていくかどうかっていうところが非常に注目されるということで、じゃあ買いた売りたどうなのっていうところなんですけども、デコボードのビットメックスさんちょっと見ていくと、15,800 のところ、これひときわ熱くなっていますね。一方で買い手に関しては 15,500 ドル付近がまあ熱くなっていると。ちょっとチャートに戻りますけれども、 15,800 っていうところに関しては、まあ、この辺りになりますということで、ほぼですね、もうこの三角持ち合いの、上限値、高値切り下げラインの上限値のところで、かなりね、売りに入っているっていうところが、まあ、状況としてわかると。一方で 15,500 っていうところに関しては、まあ、本当に今の価格帯ちょっと下がったところ、この辺りですよね。したがってこの上と下でのね、拮抗が今ね、まあ見られるということで、まあ三角持ち合いの終わりぐらいの時、ほぼ収束ポイントっていうのは、いつもね、そういう動きをするんですね。はい、デコボード見ても結構拮抗して、で、数がですね、かなりこう揺れ動いていますよね。っていうことは、やはりこの三角持ち合いは意識されていると見て、間違いないんじゃないかなっていう風な、まあ、考察もできるわけですよね。ということで、まあ三角持ち合いだけあってですね、どっちに動くかっていうのは基本的には誰にもわからないというところなんですけれども、ただし今直近のところを見ると、安値の切り上げライン、それから、水平線15,400ぐらいのこの水平線、かなり強烈に意識されていますね。こういった下支えするラインが、下にあるっていうことは、一旦戻してきてもそこで反発される可能性があるんじゃないかという戦略でいくと、今から分割して入っていって、押してももう一段入って、で、そこのライン、ここのラインを抜けたらさすがにまあ逃げましょうということをすればですね、値幅も今ね、かなり近いところでいますので、逆にこう、まあ、下に抜けていったとしても、しっかり損切りすることができればですね、損失も限定していくことができると。一方で三角持ち合いを抜ける最後のところですので、しっかりね、この次の4時間足で、ここを抜けてくることができれば16,000だったりとか、その上までですね、狙うことができる可能性はあるということで、まあ、そう
ういう風にディスクリバード合わせていってですね、直近戦略を立てていくということをですね、やっていただければいいんじゃないかなという風に個人的には思っております。教えたのですね、まあこれ MacD 見ても今で、ゴールデンクロスをね作ろうとしているという状況がありますので、 MacD や RSI なんかも見ながらですね、まあ市場の状況を分析していくということもですね、大事かなという風に思っております。続きましてイーサリアムを見ていきたいと思います。はい、こちらイーサリアムですね、今の価格が469ドル付近ですね、日本円でいうと4万8000円ぐらいのところを推移しています。これもですね、今日の朝のインスタのストーリーで上げました三角持ち合いに各通貨になっているんですけども、イーサリアムが先行して上げそうだよねっていうことをですね、言ったと思います。あのストーリーですけどね、その後ですね、まあ早めの展開でですね、この三角持ち合いを抜けてきたという状況がありました。ただしですね、ここの直近最高値465ドル付近、このあたりがですね、かなり厳しいということで、まあ、あの約5万円のところですね、まあ、円建てでいうと心理的節目、まあ、切り板みたいなところでもありますけれども、そのあたりで意識されて、まあ、落ちてきていると、まあ、直近高値が意識されたというふうに考えていいと思いますけれども、今はね高値を作って落ちてきている状況ということになっております。まあ、もう少しね勢いよくいって、ここの480ぐらいまで行くんじゃないかなと思ったんですけども、意外とこの直近高値が、きつくねレジスタンスされているという状況がありますので、まあここの三角持ち合いの形をですね、まあ、見方をね変えていく必要があるかなということで、まあ、こういうふうにね引き直していった方がいいんじゃないかなと。そうなるともう完全なアセンディングトライアングルですね、高値は一定で安値を切り上げている、三角持ち合いの形になって、収束ポイントはもう少し伸びると11月の15日ということで、今週の日曜日になっていますけれども、まあ、イーサリアムですね、ここ直近本当に強い勢いを見せておりますので、まあ上に抜けていく可能性は非常に高いと。まあ直近のところでね12月に入ると、イーサリアム 2.0 のですねアップグレードっていうところもね控えているっていう状況がありますので、市場の期待度っていうのは今イーサリアムに対して市場に高くなっているっていうのは間違いないんじゃないかなと思います。まあ今日のここの上昇もですね、ビットコインより先に上げているっていう状況がありましたので、まあビットコインの値動きによらずですね、ここイーサリアムに関しては直近、単独でもね上げていくような力を持っているんじゃないかなというふうに見ています。まあ直近の戦略としてはですね、ここまあ下げてくるのであれば短期の移動平均線ここにね構えています。そういったところから、まあ、ここにタッチしたところでですね、分割エントリーしてロングを入っていくっていうのも、いいんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ三角持ち合いですので、当然ですね損切りラインとしてはここの上昇トレンドラインですよね。はい、ここをしっかり意識して、まあ、ここを抜けたんであれば一旦損切りしておくかというようなですね心持ちでやっていくのがいいんじゃないかなと。まあ、ここまでね垂れてきたところで理想としてはエントリーしてですね、ここから、まあ、ロングに、向かっていく戦略で立っていくわけですけれども、まあ、ここをですね、もっと勢いよく押して、ここまで落ちてきましたよということになれば、ここの、安値の切り上げラインですね、だいたい445ドルとかぐらいで、ちょうど当たると思いますけれども、まあ、そういったところでですね、一旦これを抜けたら、損切りしておくとか、まあ、その下にですね、440という極めて、意識されている重要な水平線ありますので、ここまで引っ張って、まあ、ここを抜けたら損切りするとかね。で、この間でしっかりね、分割してエントリーしていくみたいな戦略でもいいかもしれませんけれども、まあ何かですね明確な指標を持って、ルールを持って目標を持ってですね、エントリーしていくのがいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、僕はまだまだ上がると思っているんですけどもね、これはまあさあどうなるかというところなんですけども、直近の、相場ですね、イーサリアムかなり、注目かなというふうに思っております。続きまして XRP 見ていきたいと思います。はい、こちら XRP ですね。XRP もこれ三角持ち合いの形になっているんですけども、ちょっと引いてみますね。はい、ちょっとトレンドラインも引き直しましたけれども、直近のところでいくと、こういうところがですね、意識されるんじゃないかなと。まあ、リップルについてはですね、以前から言っている通り、ここのですね、25.7 セントの水平線がかなり意識されています。で、直近のところもですね、これ上に行けないっていう状況続いていますので、まあ、これを抜けないと、やはりね、話にならないと。で、直近のところでね、これ抜けても一気にね、戻されるっていう風な、相場がありました。これほどやっぱり意識されているんですね。なので、この 25.7 セントを抜けて、かつ、この三角持ち合いをですね、抜けるまでは、ちょっとね、しばらくもう揉み合うような展開が続くんじゃないかなという風に見ています。ただね、直近のところでやっぱりボラティリティも大きくなってきていますし、まあ、出来高も上がってきてますよね。そういったところから XRP もですね、次第にこう、価格を戻していくような展開になるんじゃないかなという風に見ています。まあ、直近のところでですね、移動平均線、完全にゴールデンクロスを作っています。ただね、これレンジ相場の中のゴールデンクロスということで、この後の展開非常に重要なんですね。直近には見られないレンジ相場の中でもですね、直近には見られないこういったね大きな変動になってきているということは、非常に活発化してくる可能性があるということで、まあ、これを抜けた後のですね上昇というところにですね期待が持てるんじゃないかなというふうに思っています。一応ここの収束ポイントとしては11月の17日なので、来週ですね、あと1週間後にはなっていますけれども、何度も言うように XRP に関してはこの 25.7 セントを意識したトレード戦略ですね、立てていただければというふうに思います。最後にNEM見ていきたいと思います。はい、それではNEM見ていきたいと思います。
今の価格がですね、13.3 セントですね。日本円で言うと、13.9 円、14円ぐらいのところを推移しておる状況です。ネムですね、めちゃくちゃ強かったですね。今日の朝、非常にですね、急騰したということで、まあ、ネムに関してもですね、直近のところでこういう風な三角持ち合いで動いていたんですね。ここを、今日の朝からの値動きで一気に抜けてきたという、まあ、非常にね、強い状況に、なりましたと。で、13.5 セントのこの水平線ですね、これは、まあ、以前の相場からかなり意識されているラインになりますけれども、ここできっちりね、まあ、レジスタンスというか、上げ止まっているという状況があります。で、こういったところから、ここもですね、三角持ち合いになるわけなんですよね。はい、こういう、まあ、上昇ウェッジみたいな形でですね、三角持ち合いになっていると、いうことで、まあ、これは非常に、上昇圧力、上昇の勢いが強い時に出る、まあ、シグナルですよね。はい、なので、直近のところにおいてはですね、まあ、三角持ち合いもそうなんですけど、まずはこの 13.5 セントのこの水平線、ここを抜けないとやっぱりね、次の展開にはつながらないんですけども、ここを抜けた後っていうのは、しっかりですね、ここの三角持ち合いも抜けてくるということで、さらにね、勢いが増す可能性はあるんじゃないかなと。で、ネムに関してはですね、この次のポイントとして意識されるのが 17.9 セント18セントぐらいのところですね。はい、これも過去の値動きとしてかなり意識されている。まあ、その前にですね、ここの直近最高値ですね、17セントぐらいのところがありますので、まあ、そこまで上昇した後にこれよりさらに一段行くようなことがあればですね、ちょっと引いた目で見ると、はい、こういう相場になっているんですね。ちょっと直近のところは分かりにくいですけれども、ここのですね、17.9 セントっていうところが非常に意識されているっていうのは、もうここのチャートを見ていただけたらお分かりかなというふうに思います。具体的にですね、だいたいこの 13.5 セントっていうさっき紹介したラインと 17.9 セント18セント、ここのラインが、まあ、このネムの歴史上においてかなり意識されている、価格帯ということになるかなと思います。ここずっとサポートされたり、レジスタンスされたりしています。ここもそうですね。はい、なのでここの、まあ、価格帯を、上抜けると同時に一気に上が開けてくるっていう風な感じになると思います。したがって、まあ、ネムはですね、今後、まあ、期待度がどんどん高まっているっていう状況で、今日もね、一時急騰のような形がありましたけれども、まだまだね、上値余地はあるということで、しっかりね、分割しながらね、特に現物の方がね、これはいいんじゃないかなと。今かなりね、割安感出ていますので、現物でしっかり分割 しながら買っていって、まあ、この 17.9 セントを超えたところからですね、本当の上昇が始まるということになると思いますので、しっかりどこまで落ちたら、追加していくと。で、さらにここに落ちたらこれぐらい追加するみたいな具体的な戦略を立てた上で現物を保有していくっていうことがですね、今非常に求められているところかなと思います。あともう一つ重要なのはどこで利確するかですよね。やっぱりね、これ計画的に、利確ポイントっていうのは設けた方がいいです。で、それをどういう風に設けるかというのはですね、こういう意識ラインですね、先ほどご紹介した次のラインとしてはこの30セントっていうところがありますけれども、まあ、例えばね、ここまで行ったらもう利確しようとか、そういう風に決めておかないと、やはりね、どんどん行ってしまって、上がる上がるって気づいたら一気に急落して元通りの水準まで戻って含み損になるみたいなことも全然ありますからね。しっかりやっぱり自分がどこまで狙っていくのかという決めた上で、そこでしっかり、利確しておく、イグジットするっていうことがですね、まあ、トレードにおいては基本ということになると思いますので、しっかりね、そのあたり意識していただければというふうに思います。まあ、日足レベルで見ていますけれどもね、MACD 見てもかなりね、上昇してきている。まあ、ゴールデンクロスがね、起きて、MACD もシグナルも完全な上向きになっている。これはね、やっぱり強い時に出るシグナルですよね。まあ、このままですね、 17.9 セントとかこのあたりまではね、伸びるんじゃないかなというふうに個人的には、見ております。まあ、このあたりはですね、ビットコインの相場と、合わせながら見ていく必要があるかなというふうに思っておりますので、まあ、今後のね、明日からの動画でもしっかりチェックしていきたいと思います。はい、ということで今日の動画はですね、サクッと終わらせていただきましたけれども、また明日からですね、注目のニュースなんかを取り上げながらですね、相場分析、それから戦略構築のところまでしっかりやっていきたいと思いますので、今後も見ていただける方はですね、チャンネル登録とグッドボタンで評価していただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、ということで今日の動画ここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。